今回はね、あのガリルがね、いたんで、そのね、まあ、ガリルで結構、ね、うまいことキルできてね、味方にね、あの、アライグピさんじゃない、ラッシュのね、P さんがいたんで、ちょっと後付けで、この動画で、後付けで、まあ、この武器のね、使用感みたいな感じで、ね、出していきたいと思います。まあね、あの、冒頭のね、フリップ的なやつ見てもらったら分かると思うんですけど、結構冷凍は遅いです、この武器。体感で言ったら、まあ、ランパードとかと一緒ぐらいかなって感じですね。結構遅めで。で、弾数が35発で、まあ、あんまり多くはない。まあ、でも少なくもないか。まあ、レートは考えたらね、多い方なんかな、感じしますね。まあ、見たらわかると思うんですけど、まあ、4発くらい。4か5ですかね。だいたい、溶ける速さは。4発5発で、できます。はい。まあ、だから、使ってて弱くはないですね。アタッチメントに、またこの時はね、ロングバレルと FMJ とグリップしかついてないんですけど、またちみとにグリップ2がつけれるんですよ、ね。ストックもあって、角間ガンもまだ出てないんですけど、角間ガンもつけれてみたいな、こう、感じで、それだけじゃなくて FMJ とサプレッサーもつけないんです。まあ FMJ は今ついてるんですけど、FMJ とサプレッサーもつけれて、結構これ、いいんじゃないかなっていうのは思うんですけど、ただあの、多いですよね、普通に。だから、つける枠を考えないと、グリップ2は多分強いと思うんで確定でつけるとして、もしかしたらレート的には角間ガがいらないかもしれないですね。まあ、ストックはあった方がいいです。あとね、クイドロも欲しいんですよ、これ。結構見てたら分かるんですけど、これ ADS 速度がね、こんな感じで、まあ、ちょくちょくね、見てもらったら分かると思うんですけど、かなり遅い方なのかな。まあ、ランパードとか、ランパードよりはまあ、ちょっとマシやけど、やるの中ではね、結構遅くて、このレート遅いべきで ADS も遅いってなったら、ね、ちょっと重いんで、やるにしたらね、クイドローは知ってたらつけてもいいかなっていうのはありますね。だから、まあ、一個の、僕がね、あのもし、作っとしたら、クイドロー、グリップ2、ストックみたいなのもね、ありかなっていう、こう動ける AR 的な感じで。で、ロングね、こんな感じで、グリップこれ一つついてるんですけど、一つだけじゃやったら、やっぱり、ちょっとブレますね。縦ブレとかじゃなくて、ちょっとたまに左右にブレる感じで、まあランパードとかとよく似てます。ランパードも、真上じゃないじゃないですか、リコイルが。まあだからそんな感じで。正直言っちゃうと、まあランパードの方が多分強いですね、この武器よりは。まあ、こっからね、さらにグリップ2と、あとランパードと違って、サプレッサーもつけれて、ストックもつけれて、クイドロもつけれてってなったらね、やっぱり変わってくるかなっていうのがあって、まあランパードと差別化するためにも、グリップ2とストックあたりは絶対欲しいかなっていうのはあります。あとね、この武器、FMJ は受けた方がいいかもしれないです。このレートで、敵にアーマー切られたら、ね、この試合は FMJ ついてるか分からないと思うんですけど、まあ、敵にアーマーもいないんですけど、この試合確か。アーマーいる試合がね、たんですよ、この1個前か2個前かに。その時にあまり全然敵と解けへんから、もしかしたら FMJ はないときついかなっていうのはありません。で、グリップ2まだ出てないんで、ここも確定じゃないんですけど、まあ、グリップ2出たらまあつけてもいいと思うんですけど、グリップ2出るまではリフレックスは外した方がいいかもしれないですね。これ外した方がいいかもっていうか、まあ個人的にはつけない方がいいですね、リフレックスは。もう、リフレックス、レッドサイトつけたらね、ちょっとブレが目立つようになるんで、倍率上がってる分、その分で、跳ね上がりとかがきつく感じで、まあ、ランパードとか使う人分かると思うんですけど、ブレが制御しにくいんですよね、そういう、こういう系統の武器って。KN とかみたいにね、制御しやすいブレやったら、KN とか、スピットファイアとかね、みたいにこう、ある一定方向に、下げとけばいいみたいなね、言ったらね、それでもそこそこ戦えるんですけど、こういう武器みたいにね、ランダムでブレる、ね、ちょっと癖のあるブレ方する武器はね、やっぱりフレックス付きでブレがね、まあ、体感ですけど増えてないんですけど、体感増えたように感じるっていうのはちょっと痛いかもしれないですね。ここ結構多分連キル、まあ、3枚ぐらい一気に抜けるんですけど、まあね、ここの火力は結構溶けるように感じましたね、これは。今の見たらわかると思うんです。結構な速さで、二人で
並んでたやつやれたんで、しっかり弾当てるさえしたら、やっぱりあの武器としてはまあ攻撃力低レートいう武器なんで、まあ BO3 のマーオーボーとか、わらわら2の FG とかね、まあそういう系統かな。まあイメージしてもらったら分かりやすいと思います。はい、まあ個人的な感想ばっかりで、まだあのサイトとかも全然出てなくて、サイトとかじゃないな、あのまあアタッチメントとかね、まだ全然不完全なんで、この試合もね、まだレベル4とか4やったかね、4か5かなんかで、まだね全然こうこの武器の進化が出るグリップ2ストッククイドロのね、まあ全てが出てないっていう状態なんで、まあその状態でも結構ね、この戦える、まあ見てたら分かると思うんですけど、近距離はやっぱり結構厳しくて、ガンホついてなくてディクスタにしてる、ディクスタもついてないかな、ガンホもディクスタもついてないんで、これはだから結構近距離弱いっていうのもあるんですけど、それでもやっぱりこの ADS 速度のね、高速度のね遅さが結構ネックになるんで、まあガンホつけるか、まあ、AR にガンホはちょっとって思う人やったらクイドルかな、まああとストックやったら、まあ、ADS しながらね角とか入っていけるんで、ストックでもいいかもしれないですね。まあ、しっかり弾当てるさえしたら近距離でも勝てると思うんで、受ける速さはまあ申し分ないんで、感じで今回は終わります。お疲れ様です。